平和と暮らしのかかった大事な選挙です。ウクライナへのロシアの侵略、断じて許すことはできません。ロシアはウクライナから直ちに撤退せよ、国連憲章を守れ、この声を市民社会、国際社会共同して一致結束して取り組んでいく、そのために日本共産党も力を尽くす決意であります。で、同時にこういう事態に乗じて大軍拡や改憲を叫ぶ政党政治家がいるのは看過することができません。自民党などが軍事費を2倍にしろとか、先制攻撃となる敵基地攻撃能力、これを使えるようにする、また維新の会など核兵器の共有を議論すべきだ、こんなことを言い、国民民主党や公明党も含め改憲の議論を進めていく、こんな大軍拡改憲がかえって緊張を高めていく、軍拡を呼びかけるこういった主張が新たな軍拡を招く、軍事対軍事の悪循環を作ることになります。こういう道をきっぱりと断ち切る時ではないでしょうか。しかし皆さん、大軍拡軍事費を2倍にするということになれば、5兆円以上もの財源をどうするのか。この点で言えば、例えば増税なら消費税は 10% を 12% にするという大きな負担を国民に押し付けることになります。社会保障、社会保険で見れば、例えばお医者さんの窓口負担、現役世代3割、5兆円の財源を取るとなれば、その分負担が3割から6割へと倍増することになります。年金で言えば4000万人の受給者の方々、年12万円も削られてしまう、まさに暮らしを切り縮めるのが大軍拡となる、こんなことは決して許すことはできません。軍事費2倍はやめ通し、その皆さんの声を日本共産党へとお寄せください。